ご報告は、中華人民共和国の政治家。第八代全国人民代表大会常務委員長、第十六期、第十七期中国共産党、中央政治局常務委員。1941年7月12日に、安記賞に誕生した。父のクレ中世は、軍隊知識分子で、中国人民解放軍則総学院教授であり、母のクレは主婦である。 奇襲舞台駐屯中にご報告が誕生した。全部で6人の子供がおり、ご報告には兄、弟、3人の妹がいる。1960年から1967年にかけて聖火大学無線電子、学科真空トランジスタ学部に学ぶ。1964年4月に中国共産党に入党し、大学卒業後は上海の国有企業である。 上海電子館第三工場技術院として就職し、昇進を重ねて、課長となる。1976年からは、同工場の党委員会副書記、革命委員会副主任、副工場長、工場党委員会副書記などを務める。1978年、上海市電子工業組織副経理。1979年、上海市真空トランジスタ副経理。 1981年、上海市議票通信工業局党委副書記。1983年、上海市党委常務委員。市科学技術工作党委書記。1985年、上海市党委員会副書記。1987年10月の第13回共産党大会において、党中央委員会候補委員に選出される。1991年に、 上海市党委員会初期に選出された。1992年10月の第14回党大会において、党中央委員会委員に昇格するとともに、同月19日の第14期1中全会において、党中央政治局委員に抜擢され、さらに1994年9月の第14期4中全会において、党中央初期どころ初期にも増補された。 1995年3月17日に国務院副総理に任命され工業を担当した。そして1997年9月19日に第15期一中全会では党中央政治局委員に再選出されたが党中央初期どころ初期を外れている。2002年11月15日に第16期一中全会では党中央政治局常務委員及び党。 中央政治局委員に選出され、翌2003年3月15日の第10期全国人民代表大会第1回会議において、全国人民代表大会常務委員会委員長に選出された。2013年3月に引退し、公認の全人代委員長には超特営が当てられた。夫人の正図一鎮はエンジニアである。以前は、上海比楽有限公式計算機室幹部で、 現在は、上海被学株式会総経理弁公室、中北京連絡所、主任権同主式会社上海等ごと、上海被学音影株式会社、等ごとである。妻との間に長男と長女がいる。ありがとうございます。